れたた信頼のの税制資銀銀銀中に長銀を繰り込み一括して銀納させ高規定は、長銀の額を1711年の調査で登録された人手の数に対応した額に固定し、1711年以降に登録された人手に対する長銀を当面免除したが、弊害も生じたので、次の要請手は、すでに、 後期定時代に一部で行われていた長銀の地銀への繰り込み、つまり事実上の長銀の廃止を全国で実施した。新代には急激な人口の増加が見られたが、その一因は地銀制の実施により、従来は長銀を逃れるために隠されていた人口が、表に出て正確な人口が把握できるようになったことに、あるとされる。民衆に課せられた。 地長銀税自体は高額ではなかったが、その実、王朝側は様々な付加税を別に課していた。特に、太平天国後は増大した軍事費に対応するため、円農や利金への財政依存が増加した。1930年、土地法交付により地税は地下税とされ、地下に応じた税額を払うように改められた。地長銀税の意義名の一条弁法で現物納と、 労役がなくなって銀能に一本化されたのに続き、市長銀政では従来の人頭税をなくして地税に一本化したことが重要であり、中国の税制上の画期的な変革となった。ありがとうございます。